そのままに指で引っ張れ張れ、どうでかい世界を冒険しに行こう。モンスターストライク、ちょ、どういって、え、あ、やば、完全にいい音っつか、やばい音したよね今。いや、だがまだわからん。え、もうおばちゃん、この町、上野原へと数年ぶりに戻ってきた初日、それも引っ越してきてわずか数時間、新たな思い出の1ページ目に刻まれるのがまさかのスマホバリバリ事件だとは。だがそんなことよりも、今の俺には一つ特筆すべきことがある。レンコン、お、何棒立ちしてんの。スマホ割れたわ。マジバカなの。いや、なんで。俺は小学校4年まで家族とこの上野原に住んでいた。それなのになぜか今の俺には当時の記憶が全く残っていない。自慢じゃないが、何一つ1ミリもだ。タコ公園変わってないわね。私タコよく登った気がする。うん、4歳年下の妹ですら覚えてるっていうのに。でもそう、俺にも確かにあるはずなんだ、ここ上野原でのかけがえのない思い出が。レン、そこの砂場でおしっこ漏らしたのよね。え、マジバカなの。はあ、あのトイレまで運ぶ間も全然おしっこ止まらなくて。うわ、みたいな。それ勢いよすぎだろ、つかそんなの覚えてないし。人間にはいらない思い出も、というか忘れていた方が幸せなこともあるようだ。まあ記憶がないとはいえ、この街が昔と変わったことは見て取れる。商店街は寂れていて、今は新しいショッピングモールに人が集まっている。そう、街は変わった。それと同じように、昔この街で一緒に過ごした奴らがいたとしても、そいつらだって変わってるはず。メンマ嫌い、メンマ外してって。あっちだって俺を忘れてるだろうし、どうせ一から友達になるんだ。無理に思い出す必要もないのかもしれない。なんだ。今日上野原中学に転校してきた穂村蓮くんです。じゃあ自己紹介。あ、はい、穂村蓮です。前に会ったことある人もいるかな。あ、あれ、ぶっちゃけ俺昔のことあんま覚えてないんですけど、まあ、あの、これからよろしくお願いします。席はあそこで。はい。往々にして転校生というのはミステリアスなものだ。人物像やバックグラウンドがわからないというだけで人間は魅力的に見えることがある。実際はクソの役にも立たない人間だとしても、周りがたくましい想像力でかっこよさげな人なのだと思い込むのだ。俺の場合、そんな転校生であることに加え、記憶をなくしてるっぽいという謎が加わる。正直、転校生としてのスペックは最高。これは初めてモテの扉を開いてしまうかも。おじー、お、ねえねえ、え、お、聞きたかったんだけどさ、私たちどっかで会ったことあるかな。え、あ、私水沢葵。会ったことはないと思うけど。そっか、ごめん、じゃあね。
すみません。今参ります。じゃあこれ。スマホ直ってよかった。モンスト？何何？モンスターストライクは最大4人で楽しめるハンティングアクション RPG。 友達と協力して強大な敵に立ち向かおう。はじめのストライク。あ？ステージスタートだ。ようやくモンスターを召喚したかと思えば、なんだあれ。なんなんだ。おい庶民、オラ様に名乗ることを許可するのである。別にいい。ならば庶民と呼ぼう。庶民レンだよ。ホムラレン。ならばレン、オラ様の家来として奴を倒すことを命じる。はぁ、なんで。あいつにストライクされたら痛いぞ。全身の骨という骨はバキバキ肉だけ散り、全身の内臓という内臓がもっちゃもちゃに。わかったよ。どうすればいいんだよ。オラ様をヤツに放て。スマホを構え、その右腕に輝くストライクリングを引っ張るだけでいい。そんなリングないけど。まさか持っていないとは。ストライクリングをつけずにモンスターを放つこともできるが、そんなことをすれば。リングだけだとまっすぐに進まないのである。カンカンさせすぎである。なんかごめん。お前たち逃げ場はないぞ。壁に囲まれたこの場所ならどうあってもこいつのストライクから逃れることはできん。ストライクリングさえあれば。行くぞ。死ぬ。私のミサイルキックを食らえ。おっさんストライクはもう斬新であるぞ。君、水沢さんだよね。これ使って。これはストライクリング。
それをつければオラ様のコントロールが効くようになる。やつを倒せるぞ。さあ。いきなりモンストかよ。だからこの町嫌いなんだよ。誰？いや君こそ誰？てか何？思い出しちまったよ。葵、久しぶりだな。元気だったか？え？知り合いっぽいではないか。まあ忘れてた方がいいこともあるよな。貴様らまとめてぶっ潰してやる。そうはいかねえ。もう思い出しちまったんだよ。葵は俺が守るってことを。それにこの街並みもあのタコ公園もあそこの砂場でおしっこ漏らしたことも。え？は？このストライクショットもな！あれ、おかしいな。取引先とここで電話してたはずなんだが、居眠りしちゃったのかな。部長に怒られちゃうような。困ったな。おお、フェンリルエキスまでゲットするとは。まあまあやるではないか、レン。ホームラ君すごかった。水沢さん、私たちやっぱり前に会ったことあるんだよね。え、知ってるんでしょ私のこと。さっき久しぶりだなって。おお、それに俺が守るとも言っておったぞ。うん、言ってたよね。確かに。でもなんであんなこと言ったんだ。なんで言ったか覚えてないの。ああ、つうか今のでかいの何。やっぱそれ気になっちゃうか。そのようであるな。当たり前だろ。さっきのでかいのもお前も。仕方ない、説明してやるか。だね。あ、君たち知り合い？全然違うだけ。かわいいし。ポッポじゃねえよ。じゃあホムラ君、明日学校でね、モンストのこととかいろいろ教えてあげる。おお。じゃあね。じゃあねである。また襲われたらどうする。オラ様がいなくては対処できぬだろう。そうなのかもしんないけど、そもそもなんで襲われるわけ。まあオラ様もよく分かってないんであるが、このモンストとかってアプリのせいか。消すか。うらっ、だっだめめめえ、それだけはいろんな意味でダメなのである。そうなんだ。うん、いきなりうちに連れて帰ったらみんな怒るぞ。のか。そりゃカリンはもう怒んないけど、母さんは、もう怒んないな。問題なさそうであるぞ。ああ、違う、見られるだけで騒ぎになんだろう。生き物的な分類よくわかんないし。それなら問題ない。これをこう、これで見られたくない相手からは見えなくなる。何その仕組み。ただいま。あ、帰ってきた。おかえり。俺は何者だ。これうちのレイ君。あ、どうも。友達。どうも、転校初日からありがとうね。はい、これは誰なのだ。レン、学校はどうだった。ああ、いい感じだった。学校も友達も。くさいわ。必
問ばっかすんじゃねえよ。みんなには見えてないのに俺リアクションしたらヤバいだろ。ホラ様は好奇心旺盛なお年頃なのだ。ほら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 、なんだ君か。うむ、すまぬな。泳ぐの好きなの？うん、朝風呂は気持ちが良い。レンの家の風呂は熱すぎた。お風呂扱いか。むむ、やつがジロジロ見ておるぞ。そっか。お、なんか余計なこと言ったな、オラゴンのやつ。朝練一人でやってんだ。朝練っていうか一人で泳いでるだけ。水泳部とかじゃないんだ。そうなの？水泳部が使ってない時にこっそり泳いでんの、趣味でね。へえ、してはガチだね。タイム測ってたし。だから水着。スイスイするのが好きなのだな。そうだね。あと最近結構暇でさ、やっぱなんか熱くなることを探してたのかも。かわいい。オラオラ。わあすごい。ダメ。ああこいつ角触ると怒るよ。あー柔らかい。こんなふにゃふにゃになっちゃってる。ポじゃねえよ。で昨日のは何だったんだ。修理から帰ってきたスマホにこのモンストってアプリが入ってて、起動したら変な男が操るモンスターに襲われた。でこのお子ちゃま珍獣が出てきた。オラ様はオラゴンである。オラゴン。ポじゃねえよ。で水沢さんが渡してくれたこのリングを使ってオラゴンを引っ張って飛ばして敵をやっつけた。もう聞きたいことだらけなんだけど。だよね。であろうな。この上野原ではね、ほとんどの中学生がモンストしてるの。え、モンストって昨日みたいなああいうの？うん。マジか。本当は決められた場所を決められた形でやるものなんだけどね。最近街中でモンスターに絡んだ事件が起きてるらしいって噂だったんだ。昨日穂村くんが襲われてるのを見て本当なんだって思った。あと普通モンスターはモンストのプレイ中にしか現れない。オラゴンが今ここにいるのも何かが起きてる証拠かも。うむ、オラ様はモンスターの世界から大人ドラゴンになるための修行にやってきたのだ。へえ、そういう設定なんだ。設定ではない。モンスターの世界は実在するのだぞ。どこに？あっちの方である。ざっくりしてんな。オラ様は何か知ってる？何が起きてるのか。知らん。俺の記憶のこととか知らん。どうしてオラゴンがここに出てきたのかは知らん。お前何も知んねえな。知らなぬ。そういえばこれって知ってて、また使うことあるかも。そうなの？おはよう。なんでそのリングをしてる？え、ああこれもらったんだ、水沢さんに。何？そう、私が渡したの。後で話そうと思ってたの。ねえアキラ、よかったらもう一度モンストしない？またチーム組もうよ。はっ。アキラ。チームなどありえない。誰も春馬の代わりにはなれない。春馬？どういうことである？私ね、もともと今のアキラたちとチームでモンストしてたの。でも春馬っていうリーダーが転校してチームは解散しちゃったんだ。そのリングはリーダーの春馬が使ってたものなの。あ、ね、今日の夜空いてる？え？チームでやるモンスト二人で見に行こうよ。夜9時にグレイスモール上野原集合。グレイスモール？二人でそこでやるか。お、あ、いや行ける？お、うんうんうん。9時、それはモールが閉まる時間。こんな時こんなところでモンストとはどういうことだ。ホムラ君、こっちこっち。ああ、うん。いや、待て、オラ。秘密の場所に連れて行ってあげる。貴様、暗がりに呼ばれたことであらぬ期待をしているのではないであろうな。
なわけねえだろ。はい、彼もです。何ここ。もうすぐわかるよ。ここから始まる引っ張りがある。すっげえ、これどうなってんの。スマホのモンストアプリを専用の 4DAR とかってシステムに連動させてるんだって。 4DAR ってのは最新の拡張現実のシステムでね、それでああいう風にモンスターとかを実体化してるらしくてさ、モンスターには人工知能とかっていうのが搭載されてるらしいよ。っていうか私こういうのあんまりわかんないんだ。うん、わかんないことはすっごくわかった。ふむ、つまりはモンスター界への扉が開いたのであるな。そうとも言える気がしないでもない。すっげえな 4DAR、 めっちゃリアルじゃん。にゃー、オラ様はそのようなものではなく、おリアルポ。だからポじゃねえよ。対戦ボス。あ、俺のにも来てる。何これ。これを OK すればあそこでどこかのチームとモンストできるの。マジ、やるしかないでしょ。昨日とは違ってここなら安全なんだろ。それはそうだけど今は無理。なんで。モンストはああいう風に4人チームでプレイするのが有利なの。今私たちが参加しても2人じゃ勝てない。だとしてもとりあえずやってみたいんだけど。ダメ。そうなの。ダメなのよ、中途半端じゃ。私決めてたんだ、もう一度モンストをやるならちゃんと4人チームを組んでランキングトップを目指したいって。それまたガチだね。私にとってモンストってね、スポーツみたいに本気で熱くなれるものだった。小学校の頃はスイミングにハマってたんだけどね。でも中学に入ってモンストに出会ってからはずっとチームでモンストしてたの。私と同じクラスの影月明と若葉みなみ、そしてリーダーの春馬。でも春馬が転校して3人になって、
私たちはモンストをしなくなって、集まることもなくなっていった。でもね、その気持ちが昨日変わったの。お？いつか春馬が戻ってきたら返そうと思って持ってたんだ、そのストライクリング。穂村くんに渡したのは勢いっていうか直感だった。でもモンストする穂村くんのあの熱い感じを見てね、またモンストしたいって思った。お、うん、ムフ。私熱くなれることを探してたんだって分かった。一人で泳ぐのもいいけど、やっぱみんなでモンストしたいもん。ずっと部屋にしまってたんだけど、つけちゃった。うん、だからさ、穂村くん、アキラとミナミ誘って4人でチーム組んでからまた来ようよ、勝ちにさ。ああ、盛り上がってるようであるが、アキラという者はレンがリングをつけていることを怒っておったよな。なんでそのリングをしてる。チームなどありえない。誰も春馬の代わりにはなれない。大丈夫、アキラも前みたいに燃えたいはず、きっと乗るよ。話してみようか。うん。あと気になるよね、どうしてコロシアム以外の場所にモンスターが出るのか。うむ、やばかったよなあれは。うん、あのバトルフィールドの中に人間が入るようなもんだもん。てか死ぬとこだったんじゃ。怪我一つなかったの何気にすごいと思うよ。最近増えてるらしいんだ、コロシアム以外の場所でプレイヤーが襲われること。こっち。へえ、夜もここ通れんだ。本当はダメなんだけど近道。わあ、滑り台。あ、ここに出るんだ。何？ステージスタート。ひょっとして受け身取れない系の大技俺にかけたりした？来るよ。オラゴン来ないけど。ごまかしたである。いつまでも隠れてはいられないぞ。勝敗がつくまでこのモールから、このバトルフィールドから出ることはできない。俺たちバトルフィールドの中に閉じ込められたってことか。あのコロシアムで見たようなバトルフィールドに。死なねえ。死ぬわね、下手したら。ここで勝敗を決めるのはモンスターの全滅、もしくはプレイヤーの全滅だ。やばすぎだろ。そうである、あいつを直接やっつければいいではないか。さっきの技で前もそうしたであろう。
無理ね。なんで？前は不意打ちだったから行けたんだもん。威張るな。ではこっちから行くぞ。私たちも戦うしかない。つけててよかった、ストライクリング。スタート。出ておいで、私のボックスメタル。ドンピクであるよな。フォックスメタルだよって知ってるんであるか。フォックスメタルは今は亡き伝説のレスラー。うんうん、キツネの穴生まれ、キツネの穴育ち。強いやつは大体友達な国籍不明のマスクマンよ。うんうん、よーし、見えた。ま、貴族性狙いであるな。外れた。もう一度。相性が悪いか。リン、オラ様たちも行くぞである。おお。スタート。なんだ誰。ああ、そういえばこの模様前にもあったよね。である。俺のことなんかどうだっていい。何焦って撃ってんだよ。何それ。あんな奴らに負けてる場合か。葵、お前また俺たちみんなでモンストしてんだろ。見せてやるよ手本。行くである。オーロラモンスターセレクト。来い、フェンリル X。 かっこいい。ではなく、オラ様の出番はどうだ。使えるやつを選んだだけだ。まあ確かに。ひどいである。見てろ葵。そこだ。基本。くそ、勝てず友情こそだ。フォックスメタル。
撃されたら終わりであるぞ。私行くよ。行くよ、フォックスメタル。はい、もうダメだ。オラ様、危ない。おいわ、震災でも見たことない。あのモンスターは、アキラ、このおされぶりありえない。もう一人いたのか。ありえないって何がだ。あのザコどもにここまで反撃されていることも。葵が本来の力を出せていないこと、そして何よりお前、覚醒したような見た目だが鋭い。何？なんだそれは。オラ様はオラゴンである。俺が終わらせる。滑らかに無視したである。アキラ、3人で一気にやっつけよう。私とレン君と。ありえない、俺だけで十分だ。そこだ、行け。じゃないよな。君たち覚えてないの？な、何も。行こうぜ。ああ、ちょ、君たち。レン、お前も覚えてないのであるな。お、うん。助けたわけじゃない。お前らの戦いが不愉快だっただけだ。バイバイ。あれが人間界でいうところのツンデレというやつであるな。なんだそれ。オラゴンメモである。ポップコーン、オラゴン、ポップコーン、オラゴン。今参ります。さっきの子たち相当危ない感じだったよね。ああ、何かに取り憑かれてるみたいだった。最初にオラ様が活躍した時の相手もあんな感じだったである。そうだな、また同じようなことが起きるかも。あ、うわ、見てこれ。さっきの相手の子たちチームランキングのトップ50にも入ってないよ。なのにあれだけ押されちゃうなんて。
おさらチーム組まなきゃだね。またさっきみたいなことになった時のために。素朴な疑問なんだけど。何？なんか危ないし、やっぱモンストアプリ消すって選択肢はないわけ？ダメー！なっつ！それだけはダメだと言ったである！だからなんで？そんなこと言って、レン君だって面白いって思ってるでしょ。なんか私思うんだよね、私たちは組むべきだって。それが自然な気がする。私に、アキラに、ミナミに、レン君、なんかしっくりきてさ、昔から組んでるんじゃないかって気がするくらい。レン君？あ、うん。ってことで、やっぱチーム組もう。明日はまずアキラを説得。じゃあ行こう。ねえ、葵さ。あ、いや、慣れ慣れしいか。葵ちゃん、葵さん、あ、いや、さんならやっぱ水沢さんか。水着。見てんなら入ればいいのに。え？プール、見るもんじゃなくて入るもんだよ。水着は見るものではなく着るものである。うっせぇ。さあ、今日は戦いだよ、レン君。え、何と？決まってるでしょ、アキラの勧誘。モンストコロシアムで戦うにはチームじゃないとダメだから。昨日みたいに襲われた時も。でもチームに入りそうな感じ全然しないよね。チームなどありえない。誰もハルマの代わりにはなれない。大丈夫、説得には自信あるから。ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥオダーって感じなんですけどね。ちなみにバースデーといえばこの時代お誕生会はどうしてたのか、誕生会やってたのかなって気になるよね。気になるよね、前田。前田、気にならない？ならない。あ、そう、まあ気にならなくても先生。既読する。ダメでやるな。基本的には誕生日会はなかったっていう。あれどうやって仕込んだの？ひーぞー、ナイスシュート。け、あれ全部ラブレター？男ならそう思うよね。これはその習性を利用した勧誘。どの封筒を開けても私が授業中に量産した勧誘レターが入ってる。あんなに書いたのであるか。やっぱ無理なんじゃない、あいつは。ねえ、ありえない。まだ何も言ってないんだけど。聞かなくてもわかる、俺がまたチームを組むなどありえない。俺だからか。俺がそのハルマってやつより弱いから組みたくないの？お前はハルマじゃないからだ。俺は認めない。お前がハルマのストライクリングを持っていることもな。ちょ待てよ、だったらいいよ。なんか悪いし。
あの、あれ渡してしまうとオラ様がカンカン。レン、ちょ待てよ。ハルマ、なんでだ。ごめん、葵。ああ、いいよ、気にしないで。影月くんがあそこまで言うハルマってどんなやつだったの？私たちのモンスターのチームのリーダーでね、何も言わないで転校しちゃったんだ。あれは一人でにモテるタイプだな。で、影月くんどうすんの？諦めよう。さっぱりである。あいつ頑固なんだもん。バッサリである。だよね。こうなったら勧誘する相手を変えるしかないな。相手って？一緒にチームを組んでたもう一人のメンバー、若葉みなみ、隣のクラスのね。どんなやつなのである？そうだな、天然で、あといろんなものを吸収するのがすごく早い。モンストも初めてすぐ上手くなったって言ってたよ。へえ、楽しみであるな。どれどれ。おお、みなみちょうど戦ってるみたい。諦めたら試合終了ですよ。すげえ。やる。どい。あれねえ、あれが仲間にしたい若葉。みなみさんってことでいいんだよね？そうなんだけど。ビシッ。みなみのファーストストライクなんだぞ。
ありがたく思え。様子がおかしい。だよね。あれでおかしくなかったら大変であるぞ。若葉みなみ、恐ろしい子。みなみはね、普段はもっとほんわかしてて天然な子なんだ。ほんわか要素ゼロだったのである。どうしたのかな。あの若葉さんの目さ、前に襲ってきたおっさんとかと同じ感じじゃない。である。みんな後で我に返ってるみたいだったけど、目がああなってる時はなんか洗脳でもされてるみたいだったよね。もしかしたら若葉さんもああいう感じになってるんじゃない。フィキティヒトチュズギャンズギャン、やっとぜ。ほらどう考えても変だもん。あれはいつも通りね。やっぱり、ヨーデルヨーデル。じゃあこれ、左手は添える滝。うわ、あっざっ、あっざっ、バケンバケンに熱すぎるよ。それ注文したの自分であるよな。完全に洗脳されてんな。あれはいつも通りよ。てか若葉さんどんな子なの。もともと南はやることなすこと話すこと天然タイプで、だいたいあんな感じだった。ほう、人間界ではあれを天然というのだな。もうそうかな。でもね、さっきみたいにあんな風に戦う子じゃなかった。ドイーン。ま、話してみた方が早そう。みなみ。あ、葵ちゃん来てたんだ。ん？あ、うちのクラスに転校してきた穂村蓮くんとオラゴン。どうも。オラゴンにちはである。である。でさ、ちょっとみなみに話したいことがあってさ。なになに？みなみさ、一緒にモンストしない？私とレン君と。やった！タストクモなんて生意気ってんじゃないっすもん。もうそんなこと言う葵ちゃんはギッタンギッタンにしちゃうからね。モンスト以外で。ワンチュン。俺こっちゅ。今モンスト以外でって言った？言ったであるな。どういうこと？みなみ、みなみがどうしちゃったのか、お父さんなら何か知ってるかも。ここ。へえ、喫茶店なんだ若葉さんち。うん、お父さんが一人でマスターやってるんだ。こんにちは。はい。いらっしゃい、葵ちゃん。元気にしてたかい？あ、はい。おお、なんという芳醇な香りに爽やかな食感。やはり美味である。お礼を言いたい、シェフを呼ぶのである。ただのポップコーンだ。ミナミがそんな激しいことになってるなんて、もしかしてご迷惑をかけたかい？ああ、いえ、そんなことないです。ならよかったけど。あの、何か心当たりは？ないな。心配してくれてありがとう。でもきっとミナミなら大丈夫。ミナミはいつも優しい子なんだ。亡くなった母親に似てね。あの花、母親が大事にしていた種からミナミが大事に育てたんだ。お母さんなら絶対うまく咲かせるよね。枯れそうになっても諦めずに、あそこまで咲かせたんだ。そうだったんですね。
そんな子だ。今は様子がおかしいとしてもきっと何か訳があるんだと思う。やっぱりさ、襲いかかってきたおっさんみたいに何かの影響を受けてるんじゃないかな。おじさん、南いる？とっとっと。出かけてるけど、どうかしたのか？なんか南がすっごい動画サイトにアップしてるからさ、とりあえず来てみた。誰である？隣のクラスの白浜太陽くん。すっごい動画？うお、またアップされた。ってこれ、出てんの水沢さんじゃん。は？おう、ん？うわっ、そう。え、何？それ俺んだから。何何？だからそれ俺んだから。今見どころでやる。シャイニングウィザード、やるな。それ俺んだから。もしかしてミナミがモンスト以外で葵をギッタンギッタンにするって言ってたの、今の動画のことであるか。よっぽどすごいの映ってたんだな。すごいあれだったである。あれである。あのレベルだと多分コミュニティガイドラインに引っかかって不適切動画として近々削除される上、投稿者である若葉みなみのアカウントは停止される可能性もあるであるぞ。で、そんなにすごかったの？はい。てか、お前いろいろ詳しいな。そうだ、自己紹介が遅れたけど、俺は白浜太陽、君は穂村蓮くんだよね、知ってるよ、隣のクラスだよね。よろしく。うん、うん、よろしく。そう、彼に恨みなど全くないが、今の俺はそれどころではない。なぜならひらめいてしまったからだ。水沢葵のすごい動画がネットにアップされているのであれば、普通に自分ので見ればいいということに。俺もモンストをやってるんだ。君は一体どんな生き物かな。よろしく。はあ、うん、はあ、うまい、うまいである、うまいである。あ、これだな、若葉みなみのアカウント。何してんの。あれ、さっき見たのとは違うっぽい。なんだ。うん、ジロジロ見ちゃダメだよな。でも見たい、見ちゃい、ちゃちゃちゃという感じで、己の欲求に無様に負けまくっている男の姿を収めたものである。なんか最低な匂いがする。でもちょっと面白そうじゃね。お、この場所見たことあるであるぞ。あれ、これ私じゃ。何？これが噂の。ちょっ、ちがみ男。ちょ俺じゃねえか。いや違う、こりゃまた恥ずかしいとこ取られたもんである。オラ様なら立ち直れないであるな。うるさいわ、何なんだよ。これがさっきの動画である。忍んで一人大胆すぎる行動に出る女。お、だから見ないで。ああ、何映ってんだ。この動画なんとかしないと。削除するってこと？それ、ね、でもすぐに削除できるのはアカウントを持ってる本人だけであるぞ。だからなんでそんなに動画事情詳しいんだよ。つまりは南本人なら消せるってこと？それはどうかな。おじさんは南がそんなことをやったとは思わないな。だって母親が残したあの花をたった一人で一生。私がやったんじゃ。
今のいい感じの親心トーク台無しであるぞ。いやミナミ、きっとわけがあるんだろう。ないんじゃミナミ、どうしてこんなこと。どうしてもこうしてもない。動画を消してほしいなら、うる、モンストで勝負だよ。え、俺も急じゃね。お父さん、店も心も完全に閉ざしてしまったであるぞ。そりゃ娘があれじゃな、うん、お父さんのことか。お父さんのことか。そこ、あの瞳、やっぱり人操られてるんだよ。確かにである。今までの人たちみたいにモンストでやっつけられれば元に戻るかも。やるしかない。でも俺指輪がない。え、だって影月くんに渡したじゃん。あ、そうだ。震えるぞ商店街、燃え尽きるぞ南。ステージスタート。行くよ。我がデッドラビッツの攻撃力は世界一。危ない。何これ、普通に死ぬじゃん。飲み込み早いな。それどうなっちゃうのである。やるしかない。ああ、リングないからこうなっちゃうと思うけど。いや、オニガの実を試しするなである。スタート、出ておいで。私のボックスメタル。俺も行っちゃうか。俺も一応出てこい。ベンリル X。 私の動画絶対消してもらうからね。激しいロープワークからの友情コンボ。聞いてねえな。ちっとも痛くない。さあ一気に。何これ、この隙間適当に引っかかる。まだやってんの。よし、ポジティブであれば何でもできる。なんか遅くね。遅くなくなくない。帰り討ちだね。やっと来たよ。そうだね。痛くも痒くもありません。なんかいいね、あの二人。もうなんかもはや快感である。俺もやるだけやるか。やっぱダメか。こっちだってばよ。リングなしで引っ張るのは罪である。じゃあ今度はこっちから。モンスト王に私はなる。ワクワクのミー。うひょー、すっげーな。かわいいし強いし。レン君、何する気である。
ここは俺が守る。なんかややかっこいい。いやいやいや、へのつっぱりはいらんですよ。ストライクショット、やっと見てます。スイッチオン。力こそ正義、いい時代になったものだ。キュッキュッ。この配置なら、そこだ！友情コンボ2連発！モンストに一片の悔いなし。レン君、ハワワワ、しっかり。ああ、大丈夫だよね。よかった。おパリオ。え？お、おパ？み、南。おパリオ。え？あ、何あれ？南、おパリオ。おパリオ。え？なんてやるかこの種族。オパリオっていうのは南が言うところのおはようだね。漫画に出てくるヒロインのセリフなんだって。お店にある昔の漫画にいろいろ影響を受けてるみたいだよ。オパリオ。あ、オパリオ、よかった、元に戻ったんだね。見てごらん。彼のおかげだ。あ？レン君がこのお花守ってくれたんだよ。そうなの？ああ、いや、まあ。これね、お母さんの花なんだ。亡くなったお母さんの。形見みたいなもんだ。だからどうしても咲かせたかったんだよな。うん。だから、ありがとう。守ってくれて。うん。レン君ってちょっといいかも。
いずれ完全に明らかになっちゃうであるぞ。